番外駅ぐらいでスタートしようか。いきなり来んなよ。ちょっとダフった今。さあ、ロッカーの鍵。スラムは、でも今回のこの水着イベントで、ロッカーの鍵。今回のこの水着イベントでスラムの方をあんまりやる機会が少なかったから、あ、でも近くにロッカーあるね。あるある。おお、ロッカーの鍵いっぱい出んな。どうでもええけど、近い。戦闘を始めるよ。私の勝ち。さあ、敵がいるけど、どこだ。ち、うっ、なんだ、なん、マシーナ、うっ、なんだ、なん、マシーナリ、あ、隠れてたの。なんだよ、怖えな。ミサイルバンバン撃ってくんな。なんだこのマシーナリ、ストーカーにも程があるわ。回復する。逃げてった。なんなんだあいつは。銃くれ、銃。銃弱い。弱すぎる。ハンドガンって。ミサイルにハンドガンはねえだろう。戦えねえわ。水着に着替えとこう。ミッションがあるからね。玉の鈴出ました。KD 大好き、玉の鈴。アラノマシーナに気ぃつけないといけないな。クリスはしゃがんで隠れてたもんな。たまたまなんかも知らんけど。怖えわ、怖すぎるわ。あ、いいや、これ。サンダー。さあ。やべえんじゃないこれ。挟まってるし。危ないし。ウォーター役立たんし。ハンドガン効いたし。連射が効いたし、ファイヤーが取れといてよかったわ。サンダラ、ブリザード、ウォータがな、遮蔽物があると全然機能しないもんな。あんまり近い、近接位置ぐらいからウォータはちょっとさすがに。ギャル、難しい選択だな。もうサンダラ置いていくのは嫌なんだけど、ケアルは欲しいから。あ、だからこのね、ウォータのね、縛りを、これで倒せんのかな。これは、でも最後に、で、いいんじゃないかな。最後、打ち取るとき、ウォーターだったらいいんじゃないか。いや、でもこれでも威力弱すぎんな、ハンドガン。うお、食らった、今。マジか。ちょっと、僕、ガタガタするのやめて。いや、自爆しないで。ウォーター。そこ、え、ウォーター何、逆カーブいってんじゃん。ちょ、自爆しちゃダメだよ。いけ、上からドライブシュート。22、死なねー。ちょっと待って、自爆する。やるよ、落ちて。あんな
簡単なものだね。え、自爆すんの？クソもんね。なんだこいつ。なんだよそれ。だいたいウォーターの22ってなんだよ、ほんと。もうインフェルノブラストでいくわ。せっかく紫ピックだから。足跡怖い。ちょっと待って、俺エピック取ったつもりでいたんだけど、インフェルノブラスト。なんでキャンセルになった、ファイヤー。やるよ。ちょっと俺のインフェルノブラストよこせって。もう3点バーストいらんって、ほんまに使えんわ。俺は嫌。なんとか生き延びたね。いって、また少し強くなった。もう怖い怖い、もうどうなっとる。いや、これもね、やっぱウォーターのせいだよ。ウォーターがほんと使いにくい。ウォーターがになって3段階レベル3になって初めて、ああ、なんか威力あるんだなーとか、追撃なかなかいいねーとか思うんだけど、このね、ウォーターからレベルアップするのに時間かかりすぎるんだよな、ちょっとな。そのくせ威力弱いし、まあまあ文句言うわけじゃないけど、2種類のモンスターを倒さないといけない。とりあえず1体だけでも倒しとく。お、メダル、推進メダル。もう1体どこ、もうついでに倒しとこうか。おりゃおりゃおりゃ、近接ソーサラーだ。どこ行くん。簡単なものだね。昇降系弾はいっぱいある。大光系弾が一発しか、モノドライブ、これちょっと倒しとく。 OK、 2種類は倒した。これで第一ウェポンにインフェルノブラスト。78発しかない大口径弾が。さあ、ロッカーあるから一応着替えとこうか。ミッションをこなしていかないといけないからね。ファイヤーがレベル2。もういらん。危ない。ヘッジホック、トンベリはいないかな。トンベリはいない。ウォーター、やっとレベル2。おっせ。さあ、ジャンプポイント、一応ジャンプ飛んでく。急いだ方がいい。反対向け走ってる。赤色メダルがある。入射角合わせて、この入射角で似合うかな。ドリア OKOK、123なった。さあ、行こう。この方向にロッカーがあるし、敵おるな。2枚、123なった。やばい。なんであれで死なんかな。やばい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 。これエピックにする必要はない。ロッカー着替えたいんだけど、どこだ。ウォーター。なんとか生き延びたね。また少し強くなった。ちょ、スタンレーが邪魔しよるな。私の勝ち。カンナギを撃破。ちょっと待って、もう間に合わんな。まあ着替えてる場合じゃないな。さあ、足跡がまだある。まだおる。今でしょ、私の勝ち。OK。さあ、後方からも来るよ。フリートベルト。ここはちょっとリーサルゲージに変えて、昇降系弾を捨てていこう。大口径弾縛りで。さあ、バハムートも飛んでるからね。さあ、あと13人。インフェルノブラストの威力が高いのはいいんだけど、射速が遅いからね。まあ、連射機能とか、何、弾層の、弾数の多さか。は、いいんだけど。
大口径弾が全然ないな。やばいな、これ。リーサルゲイズ。いや、ギルがねえじゃん。やばいやばいやばい。来た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 。今でしょ。戦闘を始めるよ。私の勝ち。大口径弾を分けてくれ。ほらに大口径弾を分けてくれ。ファイヤーポーション。グッドチョイス、ポーション。大口径弾もっとらんな、こいつ。何しちょんや。20ギル。ギルは増えん。結局、なんか、最初のとこ帰ってきた?7番街駅に帰ってきたよ。ぐるぐる回ってただけだったね、周りを。着替えようか。ロッカーの鍵持っててもしょうがないからね、もう。あと10人だから。そんなことより、イフリート。必要なアイテムをカバンに収めないと。やばい、狙撃中がいる。イフリートベルト。タリスマン。これラスト。シバーバングル。ブリザードに軽減効果。上向くんだな。やばいやばい、俺狙ってきてんの、魔鋼銃で。どうなん、一応安全圏内には入ってるけれど。まだロッカーの鍵もう一個ある。ちょっと使っときたい。邪魔。あっち行ったら二人おるな。イフリートベルト。赤い水着、赤と白。弾がない。228発。大口径弾が少なすぎる。今出くわすとまずい。弾の確保ないんだよな、こういう時。じゃあロッカーの鍵いらんて。だからもうロッカーの鍵いらんて。もう危険地帯が来るー。ウォーター。よし、ウォーターが。ちょっとリーサルゲイズがレアっていうのかな。透過物資がある。あそこか。そこでもいるな。推進メダル。ヘッジホック。さあ、あと4人。あそこにおるな。戦闘を始めるよ。さっきのやつは下降りたんかな。下降りたっぽいな。さあ、透過物資は手がついてるか、ついてるか。誰か狙ってるやつおるかな。レイジーリボルバー、エンボスリングエンボスじゃないよ、ハウステンボスみたいに言うな。ここで落ちてるやつがいる。サンダーがハイポーション。ありがたい。マッピングペン、ブリーズ、ファイヤリング。サンダーが欲しいな。ウォタガはもう今いらんぐらいなんだけどな。いいね、さあ、ファイナルフェーズ。ちょっと遠い？少し強くなった。ダメージを受けたくなかったら走ろう。結構行かないといけない。こっち側にいるな。こっち側に。さあ、あと3人。俺を除いてあと2人。ドラグーンが今飛んでったね。ドラグーンがおる。さあ、上に赤色メダル。飛んだ。あれ、狙っとんな。降りた。うわ、食らったー。こっち側のやつがスナイピングしとる。で、こっちに一人おるから、こいつをちょっとおびき出さないと、巻き込まないと、戦闘に。俺一人狙われるわ。
パスパスくんがおる。パスパスくんがこっちのやつも来た。回復する。やばい、ハイポーション使ってしもうた。さあどこにおる。よし、やり合っとる、やり合っとる。戦闘を始めるよ。ドラグーンが今飛んだかな。どこだ、どこにおる。さああと一人か。おっとおっとおっと。使うよ。当てろよ、ウォタが。いけいけ。使うよ。ぐわー、うまい。降りなきゃよかった。もうちょっと様子見りゃよかった。行き急ぐね、俺も。はい。ということで、まあ、今日もですね、まあ、ちょっと、流しプレイっていう感じで、まあ、推進メダル、ちょっとね、集めるミッションか。うん、その辺をちょっとクリアしていこうと思ったんだけど、どうしてもね、やっぱりね、やっぱりバトルメインのゲームになるから、そのミッションクリアのために、のんびりゲームをやろうと思っても、まあまあ、バトルに巻き込まれるから、どうしてもね、なかなか、やりたいことが進まないから、うん、ちょっと、その辺がね、なんかちょっと、イライラってするんだけど、まあ、次にね、モチベーションを切り替えてやっていきたいと思います。ということで、まあ今回はですね、また流しプレイやってみました。またね、一緒にできる機会があったら一緒に遊びましょう。ということで、まあ今回はこれでちょっとね、終わっときます。見てくれた方ありがとうございました。また他の動画も見ていってください。それではまた次の動画で、バイバイ、コージロゲームズでした。